あ、折れた。いた。大丈夫。これはやばい。ジーパン出そう。あー、あそや、あそや。この字。あ、こや、あこや。あこや。おお。女子中学生がまたいいね。気色悪い、マジで。どうしよう、俺今日で多分縁切られるわ。今あれやで、早く渡りたい、早く渡りたい。あー、よっしゃ、俺の時代。バックスいる、バックス、バックスいいですね。ぬろぬろ。始まらん。あー、惜しい。うわ、惜しい。これがいわゆる激ハマり。ビッグスライド。イエーイ。これいいですか？これはやばいっす。これいい？大丈夫？やば。ダークスライドするとこや。これ行くだ。フリースタイルっすよ。フリースタイル。やばい。パンタってボンやで、もうパンタって、はい、パンパンパン。訳わからんすよ。一部始終訳わからん。パン。パンホーセル。やばいやばい。スパッソスパッ。パポンさん、パポンさん。なんすかそれ。
よっよっ、これメイクしたら行こうか。来ました。まあ、オッケーっしょ、オッケー。まあまあ、テールちょっと当たったっすけど。なんなんなんこれ撮ってるっすよ。知ってる知ってる。結構や、30分以内にはいろいろメイクできました、ここのスポット。なんでね、次のスポット行きます。行きましょう。何これ。この番組はご覧のスポンサーでお送りいたします。これか、ハードアップしんどいもん。アップヒール。ちょっと一回立ってや。え？ちょっとあっち向いて。え？ジーパン出そ。ちょっとやめてください。携帯で今撮影します。奥田君、はい、最後の最後惜しかったですが、どうですか。いや、やっぱスケボーですか。そうですね。まあ、こんな感じで、ちょっとごめんね、ちょっとごめんね、以上で、カブトさんのワンストップスターティング終わりたいと思います。ということで、オープンを少し充電して最後の話をさせていただきたいと思います。今回、奥長くんと行く大阪のスポットあたりです。あ、違えば、もう今奈良県や。大阪といえば、いろいろのスケーターがいろいろな場所でやってる。もうこれも奈良やから、もう関係ない。もう、そう、俺、あの、大阪行くよってやったから。ああ。そう、だからちゃんとこう、あの、ちょっと会う前に、こう、メモをこうやってはい、やってまいりました。第2弾カズキのご飯ワンスポットパーティーミニステってやろうとして。次回予告です。